た？あざす。あ、これあれか、だからこれやったらちょっとだいぶ遅いんだね。皆さんこんばんはということで、こんばんは。あれ？鳴ってる？あ、鳴りましたね。なりましたね。あっちゃこちゃで俺の声がはい、そうですね、こんばんはということで、ちょっと待ってね。はい、皆さんこんばんはということでね、元気？よっこしょ。はい、皆さんこんばんは。あ、ちょっとあの YouTube 生配信ライブが久しぶりですよね、なんかね。ちょっと久しぶり？どれぐらいぶり？2週間ぶり？ 2、3週間ぶりかな？ 3 週間ぶりか。そうそう、本当はちょっとあの台湾に行く前にやろうと思ってたんですけど、僕のちょっとね声の状態と久しぶりに、はい、そうなんですよ。ちょっとコロナ明けで約4年ぶりか、3、4年ぶりにちょっとこう台湾にですね行けるということで、前回ちょっと大事を取って、急遽本当はねやる予定やったんですが、ちょっと中止させて延期ですよね。で今日まあやるということで、みんな元気？ほんまに、なんかえらい見てくれてるわんの、ね、いい感じですね。40人近い感じの皆さんが見ていただいてて、皆さんこんばんは。そうなんですよ、本当にね台湾行ってきましたよ皆さん。イエーイ、イエイイエーイ、皆さん台湾無事行ってきました。お帰りなさい。いや、アシアちゃんも一緒に行ってないで。お帰りなさいって、はい、皆さんの声は。ああ、そうですか、はい、そうなんですよ。そうですね、はい、はい、私たち行ってきました、台湾に。本当にもう武者修行ですね。でしたね、はい、なんかなんとも本当に、いやもう楽しかったですね。過酷な工程で、いや本当に楽しかったですよ。もうもう初日からいろんな波乱がありまくりで本当にね。そうですね、まあ言えること言えんこともいろいろありますけど、もちろんそうすな。まあでも終わってみれば、はい、まあ充実したというかね、素晴らしい、ね、ツアーでしたね。はい、本当に終わってみればっていう感じですね。なんか大丈夫ですか、顔認識。あ、そう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 、あ、おかえり言うてくれてみんなありがとうございます。まあ今日もねそんな長いことはやらないですが、また、まあ、ちょっとこうカバー曲を中心に歌いながら、ちょっと台湾の話もね。そうですね、なんか ライブでねそんなにがっつりその台湾の話ってできないじゃないですか。そうやね、ライブ、まあね、そうなんでこういう時に YouTube 配信で、はい、ぜひその面白人道中を。いやでももうどれ喋る？パーティーに分けとかなあかんですねこれ。どの項目かどれ話すかみたいな。そうそうそう、どのこれでもオンライン上は初めてですよね。オンライン上初めて。この前滋賀でやった時に話されたのが初めてですね。そうそう、ちょうど台湾から帰ってきて、ですぐにありがたいことに滋賀県ライブ第4回目ですね皆さん。あって本当にねたくさんの方が集まってくださってですね、もうてんこ盛りじゃないわ、大盛り上がりですよ。大盛り上がり、はい、もう大盛り盛り盛り上がりで、本当にむっちゃ楽しかったですよ。ちょっとジャニーズのライブみたいなのあってましたしね。そう、うちわとうちわと、あれ、そうありがたいことに私小山田君のうちわを作ってくださっててね、まあ、それをこう 何人かにこう作ってくださってて、こう
パタ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 っとこうしていただいて、こうずっとこう最初ドア玉の曲からずっと気にはなってたんですよ。はい、ずっと気になってたの。なってましたね。はい、ずっと気になってたんですけど、いついじろうかな思ってな。社長、滋賀の方はでもノリがいいですよね。素晴らしかったね。ねえ、はい、もうレスポンスがもう早い。いや本当に素晴らしかったですよ、うん、なんかもうすごい盛り上がりで、ちょっとなんかこうよう喋ったもんね俺。よう喋れましたね。1時間ぐらいからで1時間半今日やってましたからね。みんなもう白目向いてましたね、僕らがね。お客さんを楽しんでいただいたと思うんですけど、白目向かんといて、みんなはね、おお、はい、思ったよりね、はい、楽しかったですね。楽しかったっす。うん、素晴らしかった。そう、台湾はだから、まあ、初日がちょっとこう高尾、まあ、漢字で高尾なんですよね。あ、まあ、呼び方はちょっと台湾語で違うんですけど、はい、行って、でそこで歌って、そうですね、はい、はい、まあそこのロイ、ロイですね、はい、ロイというあのベーシストなの、あれはクラフトマンです。ベースクラフトされてる。あ、そこ作ってるんよね、はい、そうですね、そうそうそう、その若手の子でね、35歳やったかな、うん、おしゃれなバーでね、すごかったっすね。もう本当に素晴らしい空間で、もう音響も抜群 で、 そ、 うです、ね、でそこでライブさせていただいて、すごく気に入っていただいて、うん、まあ、またね、タイミング見て、そうですね、おいでみたいなこと言っていただいたんですよ。で2日目がどこだったっけ。台南ですね。台南のラオタオっていうね、これがまたね、はい、現地のなんかどっぷり すごかったですよ。ラオタオっていう、本当にありがとうございます、皆さん、シガライブありがとう、楽しかったですよ言うて、ありがとう。そう、2日目がラオタオっていうところで、その本当にレストランなんだけど、ちょっと大規模のね、はい、はい、でそこのね、まあ、僕はその日本語でね、全曲日本語で今回歌ってきたんですよ。まあ、これからも日本語でしか歌わないんですけど、そう決めてるんですけど、でやっぱりそのちゃんとした歌なので、まあ、ちゃんとしたとか、まあ、どれもねちゃんとした歌なんですけど、まあまあ、その2ステージあったんですよね2日目。で2日目がね、1ステージと2ステージがあって、まあ、言うたら入れ替え制ではないわけですよ。お客さんは言うたらご飯食べに来てるとこやからね。そうですね。でまあ、ちょっと交渉でね、まあ、やっぱりちょっと僕の喉の調子もあるし、日本語の曲なので、まあまあそれやったら1ステージ2ステージで分けるんじゃなくて、申し訳ないけどこう1と2をギュッとこうつなげる、うんうんうん、の1セットで、はい、っていう1セットでちょっと交渉してほしいねということを、まあ、言ったんですよ、うんうんうん、はいはい、ほんなら分かりましたということで、そこの店長さんとまあまあその、まあ、楽器をされてるね、方は、あ、全然もう OK だよっていうことで、あ、よかったよかったって言ってて、でその後にちょっとライブ始まるちょっと前ぐらいに控室とか2階の方でこうくずろいとったら、まあオーナー、まあ、社長さんが初めましてで、まあ、来てくださって、でその横にちょっと日本語喋れるおばちゃんがおったんですよ。まあ、ペアーッと上がってきて、そうです、ね、このおばちゃんがまあどぎついパンチ効いてましたね。はい、カッパって書いた T シャツ着てましたもんね。そう、普通にカッパってあれで何かブランドのカッパじゃないですよ。普通に、うん、頭がちょっとハゲてるだろうな、トゥルッとね。そう、大鏡持ってらっしゃる。そうそう、頭がこう皿になってるカッパあるじゃないですか。はい、妖怪みたいなカッパ、あれのカッパっていう T シャツ着てたんですよ。謎でしたよね。謎。あれで日本語でもうああ言って始めましたもんね。そう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 。そうやね。そうなんですよ。ほんでね、そのおばちゃんが日本語で喋れる言うて、ご結婚されてて旦那さんが日本人なんですよね。ですね、はいはい、そうでしたね。そのおばちゃんがね、急にバーッと出てきて、いやうちはね言うて、30年これでやってるから、1ステージ2ステージをやってもらないと困るよみたいな。ほんまそんな言い方でしたね。そう、急にブワー喋ってきて、マシンガントークで。で、人別にお店の人なんでもないんですよ、ね、せえねんせえねん、お客さんなんですよね。そう、あれもまたおもろかった。みんなどう思う？そのおばちゃんブワーって喋ってきたんやけどな、うん、店全く関係ないねでもスタッフも社長もちょっと飲まれてるっていう感じね。そうそうそう、その勢いにな、ね、完全に飲まれてましたね。そう、あーってなってましたね。そうそう、うん言うて、しまいにその社長どっか行きよんねや、ね、行ってしまいましたよね。困るよ言うて、なるよた、面白かったな。あれちょっとさすがに兄貴な、ちょっと後ろでカツンってこうやったろ、え
カッパのね、皿をね。ほんまやで、カッパの T シャツ着てからに、ほんま。なんやねん。なんかネタかないぐらいの感じで、フック着てましたけどね。そうね。なんかまあ、偉そうじゃないけど、なんちゅうかね。うん、まあまあ、片言やから余計そう聞こえたんだろうね。まあ、熱い方なんでしょうけどね。そう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 。うん、ほんで、そんなん言われたもんやから、そら、私、大山貴則と、芦田亮平、ザ・大会系でございます。スイッチ張り漫画な、これ。パッキパキにやってきましたね、はい。よっしゃ、言うて。わかった、つって。やります、やりますと。通信料、OK、やるやる。わかった、もうごちゃごちゃ言わんといて、やるから、つって。はい、ね、あの私大山貴則 の決めてました。このおばちゃんファンになってもらうぐらいうとたろうってもう言ってましたね、ライブ前から、はい、もう任しとけって、はい、このカッパを振り向かせろっつってねそれ言うたかな俺。いや言うてないです、僕はそういうふうに聞こえましたけどあ、カッパを振り向かせるためにやるんやなってカッパを振り、はい、僕はねそうなんですよ。いやすごいええ方だったんですよ、熱いあの熱を持ってある方だったんで、ね、はい、そうなんですよね、うん、あのなのであのちょっとそういうので歌って、うん、で結局2ステージやったら、まあ、1ステージ目でねそのおばちゃんがすごくあのおどめになられましたね、はい、なられましたね、はいはい、カッパね、カッパから人間に、カッパから人間にあの昇格いたしました、ね、本当にもうボロンチョに踊るけど俺らの、はい、そうなんですよ、あの実はそういうちょっと、まあ、2日目がこれなんですよ、まあ、これだいぶ端折っておりますけども、あの喋り出すと多分あの本当に1時間2時間では足りませんので、ちょっと歌おうか、ちょっとあの歌もみんな聞きたいでしょ。 ありがとうございます。あ、うちわの人、あ、岡本さんありがとうございます。あ、うちわ作ってくれた人や、ありがとうね、ありがとうございます。本当にもうあのねすごい嬉しかったですよ、めっちゃファンやで言うて、ありがとうございます。あのはい、みんなあの楽しんでね、ということで、じゃあねこのねこのあの YouTube、無料生配信ライブっていうのは、まあ、あの 週1でねできるんやったらちょっとやりたいなと思ってるんですよ。で、まあ、来週もちょっとできたらやりたいなと。またあのでもこれあのチームでやってるので、ちょっとまあスケジュール合わせてまた皆さんあのお知らせしますんで、ぜひそれはあの楽しみにしててください。はい、めっちゃ関西弁や。あ、そうなんや。あ、オーストラリアが見てくれてんの？関西弁やと思ってないんだけど。あ、僕が？あ、僕がですか？あ、歌声とか見た目が標準語っぽいって言われる。そうでしょ？うん。めっちゃ関西弁ってごめんやで。俺こんなんやねんやんか。ど関西やねん。で、この感じでしかも俺あの台湾でやってた、喋ってたよな俺。ど関西で言ってたよね、りょうたね。あしらちゃんね。そう。ごめんなさい、あの台湾でもね、ほんまやでってみんな頼むでとか言って全然通用せんように言うてたなはい、そうなんですよ。はい、みんな一緒に楽しみましょう。ちょっとあのそうなんです、この YouTube はね申し訳ないですが、あのちょっとオリジナル曲はちょっとあのあまり歌わないコンセプトでやっております。あの基本はカバー曲でやっておりまして、まあまああの絶対ではないんですけどね、ちょっとなんでかっていうと、僕はあの月1回2回であのここの K225 というとこなんですけど、あのアコースティックライブをやってるんですよね。でそれをまあツイキャスで生配信もやってるんですけど、そこでどうしてもあのねやっぱりまあ僕はあのプロでやってるんで、まあちょっとチケット購入していただいてという形でね、ちょっとこう分けると言いますか、はい、まあ分からんよ、これがこうだんだん YouTube この生配信ライブも定着して100人200人とかなってきたら、そりゃめっちゃ太ってたらどうしようそうそう、ライブと同じぐらいの、はい、もういけー言うて、ちょっと分かんないですねこれはね、時代が引くつもりやったんで、時代がねひょっとしたらこういう逆転現象起こるかもしれないですね、はい、ライブと同等の YouTube 配信になるかもしれない、はい、いきますか兄さん、そろそろ、はい、ごめんなさい、ちょっと歌うね、ちょっとあのカバー曲なんですけどまあちょっとこれ皆さん知ってるんかな、あの辺り康介さんっていうあのいわゆるシンガーさんで、結構前なんですけど、花っていう曲があってね、本当に素晴らしい曲なので、皆さんちょっとまあ時間も遅いですし、ちょっとゆっくりと皆さんね、多分お家で聴いていただいてるのかな、ね、ちょっとはい、しっかりと皆さんに届けれるように歌いたいと思うので、花聞いてください。もしもあなたが雨に濡れ
たなら、せめて私を手を結び、風にほころぶ花になりたい。もしもあなたの夢破れ、行き先のない日々は暮れゆき、信じることさえできなくなれば、せめて私が声にして、明日にたい歌う歌を歌おう。花のように、花のように、ただそこに咲くだけで美しくあれ。人はみんな、人です。皆さん、オンギター足田亮平、みんな拍手、拍手よ、皆さん拍手ね。聞いてくれてありがとう。ありがとうございます。よかった。みんなどうですか、音はいかがでしょうか。皆さん、ええ感じでしょ。音いいでしょうね。はい、本当に音は
多分抜群じゃないかなと思いますね。いやなんかね、よー言ってみんなありがとうございます。なんか本当にあの全然コメントを皆さんあのできる人はどんどんしてくださいよ。あのはい、僕もあのスタッフもみんなこうみんなあの呼んでるんで、本当にぜひぜひ皆さん嬉しいね。今日ずっと40人ぐらいね、えすごいね。いいですね、いいですね、うん、素敵です。あ、すっごい素敵なサウンドです。え、よかった、ありがとうございます。みんなありがとうね、本当にありがとうございます。いや本当ね、アンコール、アンコール、アンコール、いやまだ大丈夫やで、まだ終わる言うてへんからのちょっと気早いんちゃうやろか面白い、いや面白かったです、ね、面白い、ね、このコメント面白い。いやなかなかあのはい、いやいやもう本当にね。あ、お母さんいてるわ、君ちゃん、ありがとうございます。みんなマスク欲しいですか。いやもうありがとうございます、本当にね。あ、マスクっていうのは大山さんの、あの、あ、僕のですか、ちゃいますか、僕のマスクが。そんなコンビニのマスク欲しいって書きゃあれへんでしょ今ここ。まあコンビニのマスクがすぐ買うてきたらよろしいやんっていう話ご自分で言うて、はい、違うでしょ、多分大山さんのあのハートの書いてるやつちゃいますか。そうですか、あのマスクいいですよ ね、あれ再販しないんですか、ね、いや多分ね再販、まあみんながちょっとこうね、こう望んでいただけるんであればちょっとあの、はい、僕もむちゃ使ってたんですよあれ。そうですね、あのハート大山さんのね、あれ結構評判良かったですよ皆さんに。あ、そう、あ本当に、はいはい本当に、ね、かわいいっつって、いい歌を、あ、赤いマフラーの、あ、ありがとうございます、滋賀県のマフラーありがとうございます、あの大切に使わさせていただきますんで。あー、手紙の、はい、あのコメントしてくれてる、ありがとうございます。結構滋賀県ライブであのご覧になられた方来ていただいてる感じですよねこれ ね。他皆さんもそうですし、アシアちゃんのこうお友達、うん、いやね、オーストラリア、そうです、アリーっていうねシンガーの子、はい、大阪のシンガーの子です。あ、ありがとうございますアリーちゃん、Yeah. アシアちゃんにお世話になっておりますよ本当に。いえ、もうなかなかもうパンチ効いた、あの気合入った女の子。あ、そうなんや。はい、もう多分好きですよ兄さん、そういうタイプ。あ、本当気合入りすぎてあのどつき合いになれへんかしら大丈夫ですめちゃいい子ですそう、めちゃくちゃいい子ですさすがにな、女性とどつき合いませんわな、そらな。そうそう、僕の周りで関わってくれても気合入ってる人しかいないですもんね基本。せね、はい、せね。なんか書いてくれてるよ。イエーイ、イエーイ。外国人になっとるかな。ありがとうございます。本当にね、いやもうね、いやちょっと台湾、あ、そうなんですよ。台湾だからね、結局あれね、まあ3月行ってきたけど、そうですね。この前帰ってきたとこですから。この間帰ってきたとこなんですけども皆さん、はい、なんと、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、どん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 、パフパフどんどん。お。来ましたねおおって何ですかなんと4月にまた行ってきます。行ってらっしゃいじゃあ一緒に来いよ、ちょっと送り出さんといてくれるかな、ちょっとお帰りなさいと。ダメです、ダメです、はい、はい、そうですね、4月また、そうですね、はい、ありがとうございます。またちょっとチームでまた勝負してきます。これ日程はもう発表できるんですか。あのね、ちょっと今のところね、もうちょいやね、あとですね、まあ、はい、うん、ただもう行くことは決まっております。はい、4月にまた、うんうんうん、そうですね、3泊4日かな、そうですね、はい、また同じこう日程ね、日程ですね、はい、あ、そうなんですよ。ありがとうございます。全然滋賀からありがとうございます。おーやばー言うて、そうなんですよ、ありがたいですね、本当に。まあ台湾の皆さんもね、すごく来てきて、そうですよね、ほんと。でも意外にでも台湾で近いですもんね。そうやね、飛行機で2時間、2時間半ぐらい、半ぐらいでしょ、ね、乗ってしまえばね、石垣島のすぐ横なんで、はい、そうなんですよ。皆さんも旅行がてら、はい、本当にね、素晴らしいです。みんな優しいし、そう、すごい親切やし、優しいですよね、うん、ほんまに優しい、ほんとほんと。で、やっぱりこうなんていうか、まあ自分の多分そのプライベートタイムというか、自分の時間をすごく大事にされるんですよ、一人ずつ。だから全然お店とか入ってても、うん、バーッと入ってきてももう見向きもしない感じ、みんなが あんまり人のことをこう気にしないっていう、まあ、そうです ね、日本人みたいなことはないですね。そう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 、うん、そのすごいね、僕はすごい過ごしやすかったですね、なんかね、やっぱりこう、でもただやっぱりちょっとこう、台湾もまあ美味しいものも食べたんですけど、ちょっとやっぱりこう日本の
食べ物が恋しくなるよな。もう3日でね、はい、比較的ホテルとかでね、ええもんとか食べさせてもらいましたけど、そうなんですよ、ええもん食べたんやけど、結局一番美味しかったあの大学に挨拶しに行った前にあるセブンイレブンのコンビニで食べたカップラーメンが一番美味しかったセブンイレブンのカップラーメンでしたねほんまかね、渇望して食うたんでみんなもう黙って食うてましたもん ね、 そうそうね、汁まで飲み干して 塩が足らん言うていやほんまにそんな感じでしたね、はい、うん、甘いんですよね、なんか台湾の食事って。そうなんですよ、ちょっと甘め、そうちょっと甘いんですよ、ね、ほんでマネージャーの亮太がもう本当に甘いも好きなんやろうけど、まあ一生懸命食べんのだと思う、やたらコーラばっか飲んでるからもう1日ね3本コーラですかね、やばかったよ ね、 ねパンパンやね腹ね、そうそうじゃなくても腹パンパンやのに、ね、ダメですよもうフィジカルのこと言うたらオンラインで本当に本当にね、あのなんかね台湾イエーイラブフォーあかんでお母さん何言うてんのお母さん聞いてるから、お母さん何を言うてんの本当にラブあかんでね、セブン最強、いや本当にあの台湾ってセブンイレブンとファミマやったっけ、ね、そうですね、両方ありました ね、 ね、うん、ほぼほぼありましたね、はい、あの本当にねすごい楽しかったっすね、まあ、また4月も行くということで ね、 ひょっとしたらまあ、まだ分かんないですけど、あの台湾でまあちょっとレギュラー化するかもしれないので、うんうんうん、まあ、毎月か2ヶ月に1回か分かんないですけど、あの私、ね、はい、ちょっとあの世界的にちょっとこう活動していこうかなと、そうです、思ってますんで皆さん、大山貴則ですね、はい、はい、あの引き続きあのちょっと皆さんもね、まあこういうちょっとこう配信ということで、こう本当にこの遅い時間にこう40人の皆さんがこうあの集まっていただいてるのは本当にあのもう感謝しかないのでありがとうございます。まあまあもうちょっとだけあのまあ歌うとうて喋っててやりたいと思うので、じゃあ翼をください、行こうかな。ちょっと待ってくださいね。はい、沖縄行くより近いですかねって、台湾はいや沖縄よりもちょっと先かな、ちょい先ですか、うん、でもそんなに遠くないですね、はい、石垣島の横ですか、そうですね、本当にその石垣島を 通ったらもう台北が見えるって感じです ね、 ね、はい、じゃあ皆さんあのちょっとまだいい感じの歌を歌いたいと思うので、翼をくださいという曲なんですけど、大山貴則バージョンであの皆さん楽しんでもらえたらと思います。
翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼温めかせ。この夜空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼ありがとうございます。アレンジいいです。ありがとうございます。なんかね、これはあのアレンジはもちろんあれですよ、この芦田亮平、はい、芦田ちゃんがやっていただいております。いい感じですね。いやパチ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 ってなんか嬉しいですね。なんかね、でもあれですね、台湾行ってよかったのってあの気候の感じが良かったですよね。めっちゃ良かった。これちょっと大山さんなんか特に、はい、喉のケアがね、あのそうですね、そんなになくて、うん、3日間歌い3日連続ですかね、はい、強行に行ってる中でちょっと喉がねどう心配してたんですけどね。そうやね、確かにちょっと去年のね12月ぐらいからちょっとこう具合が悪くなって ね、喉がって言ってたんですけど、行ってあんだけ3日歌い倒して喋、はい、り倒して喋り倒して、はい、ね、いやいやいろいろね工程あったじゃないですか、大山さん。あん中で全然こう、まあ、疲れはあったものなのでき全然問題なかったですもんね。うん、全然どんどんこう調子がいいというかこう声出てたもんね。あれ何でですか、やっぱりやっぱり気候というかあの湿度かな、やっぱ台湾の、うん、でまあ多分やけど、まあ、花粉も飛んでないでしょ。そうなんですね、花粉もそんなひどくなかったですもん ね、はい、芦田ちゃんとうちの亮太がすごぶるね、花粉症がちょっとひどくて、で日本からこう飛び出す時にももう空港でも結構やばいやばい言うてて、台湾着いてちょっとマシになったもんね、本当に分かりやすくね。なりました、なりました。で僕自身もあの暑かったんですよ、28度とか30度近くあって。暑かったですもんね、毎日ね。でもね、別にちょっとあれやもんね、全然そのただ単に暑いだけではなくてこういい感じの湿度があったので。湿度が高いって、その高めでしょうかって書いてあったんですけど、高いどうなん、じめじめしてる、その日本のような感じでもちょっとないですよね。そうやね、なんか汗28度もあるから半袖でいけるのかな、言うたらなんかこう汗ばむ程度なんですけど、そうそうやね、なんか変な感じではないですね、こっちのなんか6月とかの感じではないですよね、うん、感じではない。だって日本帰ってきてやっぱりちょっと、そうなんですよね、でしょ、関空降りたらもうスタッフのマネージャーの与田さんも鼻おかしになってましたもんね鼻がおかしなってる人すぐ速攻で速攻でズルンズルンやったね。もうすごかったですよね、はい、ね、もうズルンズルンのツルンズルンやったな、言いながら今鼻ほじってましたもんねおいいやいや分かるんですよ、アーティストがやってんのよ何は鼻ほじっとんねん。いやもう出てまうんすよね、ほっといてもね、もうびっくりした、もう、はい、いやほんまにそうなんですよね。やっ
ぱいいんですね、そういう意味では。そう考えるとやっぱり日本ってなかなかシビアな環境ですよね、喉に対して、はい、そうやね。まあ、ね、日本も素晴らしいとこなんですけど、やっぱこうちょっと海外に行くことでいろんなこと分かるよね、うん、なんかね、その国民の感じとか民度の高い台湾の方々、はいはい、ね、イメージがあると思うんですけど、すごい素敵な方ばっかりでしたね。そうです ね、 ね、本当に。ちょっと街中バーッと歩いてた時にちょっとびっくりしたのが、ゴミが落ちていない。全く落ちなかったですね、はい、びっくりしました僕。あ、もちろんね、そのどっかにはそらちらほらとは落ちてるかもしれないですよ。僕らも全部こう歩き回ったわけではないんですが、でもやっぱりこう、なんやろ、パッと目にしたところでそんなタバコの吸い殻やらビール袋やらなかったですよね。なかったなかった。そのギャップがすごいですよね。バイクが走りまくってる状態の街中で。そうなんですよね。いわゆる中国みたいなね、うん、こう国のイメージがある中で、はい、皆さんマスクもしっかりされてるし、そう、ほぼほぼマスクされてました、ね、ほぼほぼマスクしてたね。日本人よりしてたんじゃないですか。いや、みんなしてた。だってバイク大国じゃないですか。そうですね。だって俺らほら基本的にタクシー移動やってたから、タクシーで 赤でポチって止まった周り見たら全部バイクっていうそこに絡まれてるニュアンスでしたね、はい、びっくりするぐらい。多分日本やったらその辺で喧嘩なってんちゃう、あれね、うん、走り方。そう、いやでもそれがならないですよね、あれすごかったな。あ、だから本当に、だからまあちゃんとその走るレーンっていうのもちゃんとみんな守ってるし。そうですね、事故もなんか見なかったし。そうそう、すごかったよね。もうキワキワ攻めてたよね。そうですよ。それで事故してないからすごないですか。すごい。僕ら滋賀県行く間に 2,3 個事故見ましたよね行き帰りでね、いやほんまにどっかでぶつかっとったね。ね、綺麗な道路の日本は。なんかそれがすごくありましたね。あ、なるほど。桜いいですね。そうなんですよ。もう桜もだからこのアシアさんとちょっと今日歌おうか言ってたんですけどね。はい、桜どっち歌う？最近だからまあこの森山直太朗の桜は歌ってますよね。台湾でも歌ったね。これがだからもうえらいことになりました、皆さんがね。はい。この曲を歌って皆さんがもう落ちたって感じですね。感落ちした感じですよね。感落ちしましたね。ああやられたって感じ。はい。という曲でしたね。そうなんですよ。え、暴走族いないんだって書いてあるけど。それはごめんなさい、分からへんな。暴走族はいてないんちゃうかな。そういうなんか価値観の方はいないんじゃないですか。うん、もうマナーよく走ってらっしゃいましたよ。そうそうそう、そういう意味では、まあ、マナーよく走ってるけど、まあ、その見た目が全員暴走族なんじゃないですか。もうそもそもがキワキワで攻めてるし、もうなんかもうまあね、まあね、もうね、ほんまにスレスレのとこ行きますからね。ニハオシェイシェイみたいな感じで、もうシャン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 そんなん言うてんの。言うてなかったね、ごめんなさい。そうですね、ニハオシェイみんなで共通でチャイセーン言うて、また青ねまた青ね言うてそれ言うなごめん、これしか知らへんの俺、言葉。次回もうちょっと覚えていきましょう、兄さん。ちょっとだけ覚えとくわね、台湾の友好語。そうやね、やね、ちょっと頑張って。じゃあどの桜歌う？どっちしますか、桜。みんなちなみに桜2曲あるんですよ。ほんま、川口京吾さんの桜と、森山直太朗さんの桜があるんですね。みんなどっちが聞きたいですか？両方っていうのなしね。え？両方となしね言うて。はい、皆さんよかったらコメント書いてください。桜ね、どちらがいいのかなという。どうやろう、どっちがいいんかな。川口駅みたいな。ほめな。なるほど。みんなどんどん書いてくださいよ。みんなどんどん書いて。コメントを書ける人はどんどん書いてください。あ、川口で行こう。多分なんとなく、ああなるほど、ちょっと分かれるけど、今のところでも川口さんやね。あ、森山さん2票。川口さん1233ですね。皆さんどんどん書いてくださいね。あとじゃないとどんどん遅くなりますよ。僕らも早くね、終わってお家帰って早く年々しないと。
まあ、あの、まあまあ、川口さん行く？川口さん、なんか連れみたいになってるけど、川口さん。じゃあまあまあ、ちょっと、あ、やっぱり皆さん、川口さん。も、あ、みんな、あ、どんどん川口さん。みんな、みんなそれわざと書いてるやろ。川口さん、川口さん言うて。じゃあ、川口ちゃんで行こうか。川口ちゃん。ちょっとね、あのね、久し、僕もね、本当に、久しぶりに歌うので、ちょっと、間違えたらごめんなさい。
ええ歌っすね。いや本当にね、あの、あ、ありがとうございます。なんかあの、あ、桜はあっちの方が良かったよね。森山直太朗が良かったよね。お母さんはね、あ、ありがとうございます。夜桜見たくなるぐらい切なくて、ありがとうございます。本当にうれ、あ、とっても最高。あ、みんな嬉しいね。ありがとうございます。時期ならではですもんね、この曲。そうやね、もう5月で歌ってると何してんのってなりますし。お前ね、冬に歌ってもおかしいしな。ね、なクリスマスソングみたいなとこちょっとあるじゃないですか。はい、ある。この歌ある。季節限定なんで、はい、特にこの川口京子さんの歌は僕がっていうね、出だしがね、そばにいるよ。これ、まあ、でも大前さんもそろそろ桜の曲どうですか。兄さん作ろうか。クリスマスソングあるじゃないですか。そうやね、ね、うん、季節なんか大前さんの桜の曲って聞きたくないですか。すぐ作ります。もうすぐでも終わりか。すぐ作ります。来年になりますけど。ほんまやね。もう言うて、はい、もうみんな ありがとうございます。あ、なんかすごい、コメントですね。明日からまた頑張れそう。いやもう頑張ってください。岡本さん、あのあれよね、こうあれつ、あのうちわ作ってくれた人ですから、滋賀県の、ね、はい、すごい素敵、ね、ありがとう高橋さん、最高。桜ね、あ、お母さん聞きたかった。森山直太朗、この間滋賀県でも歌ったけど、まあちょっと結構長いことやってるもんね。そうですね。どうします、ね、じゃあラストにする。え、ラスト、ほんなら森山直太朗の桜行く。桜メドレーどうですか。ちょっと結構やってるんでね、今日言うても1時間ぐらいやっちゃってるよね。はい、まあちょっと台湾の話をほんと喋るとね、全然時間足れへんので、はい、まあちょっとね、その桜とあれも用意しててんな、久しぶりに。世界中の誰よりきっとって皆さん知ってます。ちょっと古い曲なんですけど、それをねちょっとやろうかとも言ってたんですよ。はい、どうしようかな。桜、桜、満開ですかね、今日。まあさ、よかったね君ちゃん言うて、じゃあ桜歌うか。みんな桜聞きたいですか。森山直太朗さんの桜聞きたい人、どんどん皆さん書いて、はい、どんどん言って。ど、ねえ、まあちょっとこう夜ということで桜行こうか、とりあえずね。じゃあ森山直太朗さんの桜を聞くんじゃない、歌うねん。誰が、亮太歌う、絶対嫌やみたいな。桜シリーズもうね、本当に今ならではなので、じゃあちょっと桜シリーズということで、森山直太朗さんの桜聞いてください。
でしょうか、ね、ファンクラブね作りたいね本当ね。ファンクラブいいですね、はい、なんかね大山貴則ファンクラブ作りましょう言って、うん、作ろういいですね、うん、ファンクラブって久しぶりになんか入ったことあります？ファンクラブって僕ね昔米倉俊則さんの、ね、ああファンクラブ入ったことある一回、あのすぐ出たけどすぐ出たすぐ出たいやキレキレとかじゃないんですよ、あの歌の師匠ですから米倉俊則さんは。そうですね、はいはいはい、はい、いい歌言ってありがとうございます、うんうん、なんかね楽しかったね。最高ですね。いや楽しかった。ちょっとやっぱいいですね、はい、愛人の感じめっちゃ楽しいっすね。うん、なんやろこの感じ、やばい、あったかいです皆さんのコメント。 みんなあの本当にこれはあの皆さんがあったかいからですよ、うん、ありがとうございます。本当にずっとたくさんの皆さんが、そうですよね、うん、はい、しっかり見ていただいて、しっかり見ていただいて本当にありがとうございます。ちょっと、なんていうか、まあまあまたね、台湾の話もちょいちょいやっていきたい。まあ、また来週、ちょっとチームのみんなでこの後、ちょっとまたスケジュール合わせて。まだまだおもろい話ありますからね。いっぱいある。掘り出し物がいっぱい。むちゃくちゃある。もうむちゃくちゃある。まだね、あの、ピークいってないですよね。メインの話いってないですよね。全くいってない。ね、うんうんって、いろんなさんもうなずいてるし。はい。
歌い方が勉強になります。あ、ありがとうございます。そんなんもう、もう終わるのとか言って、もう終わるのっつって、もう1時間1時間ぐらいやってますよ ね、 そうですね。あ、でも10分遅れたから、まあ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 、本当はね30分ぐらいで切り上げる予定やったんですよ。あの世界中やる。そうでしょうね。そうやね。なんかこの感じやっといてもいいよね。みんな、じゃあもう二人とも清さんも両でも普通やったらもうええんちゃいますってなんのに。いや、ちょっと清さん、あ、頭クラクラしますよ、そんな頭。じゃあ、あのラストね、皆さん、あのごめんなさい、またあの来週やりますんで、ちょっとじゃ あ、 あの世界中の誰よりきっとって歌っていて、これみんな知ってる人、ラスト世界中の誰よりきっと知ってる人、皆さん挙手、コメント書いて。はい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 、みんな知らんかったら歌いません。まあ、あの大山貴教バージョンということで、ありがとうございます。はい、みんなあのぜひ書いてください。もう終わるの、はい、なんかね、みんなありがとうございます。あざす。じゃあ行きましょうか。じゃあちょっと世界中の誰よりきっと、ちょっとまあまあ、大山貴教明日良平バージョンで、みんなありがとうございます。楽しんでいきましょう。季節が金色に街を染めて、君の横顔をそっと包んでた。また巡り上げたのもきっと偶然じゃないよ。心のどこかで曲がってた。募る想いに、oh, 世界中の誰よりきっと果てしないその笑顔、ずっと抱きしめていたい。季節を超えていつでも、いつまでも探している君の眼差し、遠く見つめてた。そう、本気の数だけ涙見せたけど、許してあげたい輝きを。熱い夢見てたから、目覚めて初めて気づく積もる想いに、oh, 世界中の誰よりきっと果てしないその笑顔、ずっと抱きしめていたい。季節気持ちになる、目覚めて初めて気づく儚い光に、世界中の誰よりきっと胸に響くこの想いを、ずっと抱きしめていたい。季節を超えていつでも、ずっと抱きしめ
長い時間めっちゃ楽しかった ね、 最高でしたね。なんかね、ありがとう、みんなみんなありがとう、みんなに、皆さんに拍手、イエイ、イエッ。いや本当にあの長い時間ね、もうほんまにすごいね、ずっと、ま、30後半から40人ってすごくないですか、うん、分からへんねんけど俺はあんまやれへんからね。すごいすごいすごい、本当にありがとうございます、うん、あのみんなに感謝やわ。あのちょっとライブの告知させてください。全然してへんかった。近々あの4月の4日にですね、大阪梅田にあるジーラっていうあのライブハウスで、東京にいてるあの弟ですね、我が弟、まあ城田純くんっていう、まあアーティスト名がジュンボピースっていう、そうですね、はい、あの城田純くんね、あの城田優くんいてるじゃないですか、城田優の俳優の、俳優の城田優くんのお兄ちゃんです。はい、城田純くんが、まあ、ソロでライブをするんですね、ワンマンライブ。そのワンマンライブに、うんうん、私小山田君のゲスト出演ということで、もちろんあのアシアちゃんも連れてきますんで、行きます。はい、実はですね、アシアちゃんにあのアレンジをしていただいて、僕と城田純くんの ね、オリジナル曲が実はあるんですよ。でこれがね、すこぶる最高にいい曲で。そうかね、兄さんまだ1回歌われただけですか。そうやね、まだあの東京でライブした時に歌っただけなんですけど、うわ楽しい、はい、それでちょっとまあ4月の4日にね、ちょっとまあ僕歌う曲はまあ3曲か4曲か、まあ、ちょっと少ないんですけど、ちょっとぜひあの応援に来てもらえたらタカさん喜びます。それと4月の9日ですね。そうですね、9日ですね、はい、4月の9日のこの K225 で、はい、はい、アコースティックライブ、FM 大阪の DJ シュクさんっていう、あの本当に素敵な方なんですけど、シュク美穂子さんをちょっとゲストにお迎えして、まあ、ちょっとトークしながら、まあ、10分15分トークしてって感じですね、まあ、ライブはライブでがっつりやってっていう感じで。人気ディスクジョッキーの方ですね。そうですね、もね、もう本当に超大忙しの方でね、あのほとんどもう僕ら世代で。そうですよね、そうそうそう、大山さんもだから番組も出らっしゃいましたもんね。そうそうそうなんですよ、何年か前に。そうなんですよね。でそういうのもあってちょっとこう、あのすごく楽しい、しかも久しぶりに、あ、なるほど、もちろんあの私の大山隆のライブはずっとあの、うん、アシアちゃんいてくれてるんですけど、久しぶりにですね、はい、ですね、はい、あの方が、はい、ポンコツパーカッション、怒られるわ、枕言葉怒られるもう大好きなんですよ僕も、ね、アシアちゃんもね、もうスーパープレイヤーですからね、もう本当にあの大山隆則ラブっていうぐらい、あの本当に僕のことを慕ってくれてる最高のパーカッション、うん、衣笠智秀、ね、yeah. Yeah. とアシアちゃん、はい、とでね、ちょっとあの久しぶりにちょっとこうガツンと楽しみですね、はい、もうね、いろいろやっていきたいので、皆さんぜひですね、はい、あの来てください。4月の9日ね、だから4月の4日は僕あのゲスト出演なんですけど、ぜひみんなあの本当に会いに来て、あの本当にたくさん嬉しいから、アシアちゃんも嬉しいと思うし、嬉しいですね、うん、で、まあ、4月の9日ぜひ来てください。結構あの予約いただいてるみたいで。あ、そうなんですね、はい、嬉しいですね。あのぜひぜひ皆さん、まあ、ちょっとコロナもまだまだなくなったわけではないですけど、そんなの言うてる場合じゃございません、あの本当にもうね、前向いて一緒に行きたいと思います。ぜひあの皆さん来てもらえたらと思います。それとね、まあ、また言おうかなと思ってたんですけど、あの実は今年9月の29日、ちょっとだいぶ先なんですけど、はい、久しぶりに200人規模のワンマンライブを来ました。いや、やりますよ皆さん、どんどんパフパフ。9月の29ワンマンライブ、金曜日なんですけど大阪です、大阪心斎橋ジャニスというライブハウスで200人規模のライブを します。いや、フルバンドでございます。これは久しぶりの、はい、3年ぶりぐらいの、3年ぶりぐらいですバンドでっていう、はい、もちろんサウンドメイクというかバンマス、バンドマスターはこの方、アシアリ、ようございます。あ、僕やらせていただきます、僭越ながら、はい、あのしっかりねやっていただいて、うん、あのなので本当にあの9月の29はちょっとね、あの滋賀県でも言ったんですけど、す、ね、本当に皆さんいろんなところからちょっとぜひ
あのこれは来ていただけたらなと思っております。あのひょっとしたら配信するかどうかちょっと分かんないので、まあでもぜひ来てほしいですね。はい、ちょっとあの本当にそうやね、この感じのあの本当にあの熱と言いますか、久しぶりにぜひあの今からちょっと平日の夜になるんですけど、あの皆さんのちょっとあのぜひお力を貸していただいてですね、あのちょっと人いっぱいに久しぶりにね、今年はね、もう兄さんにとって大事な時期ですから、もう皆さんでぜひこうプッシュアップして押し上げていただけたら、本当にぜひ、あの配信をご覧の皆さんのお力が本当に必要なので、ぜひあのあの僕を押し上げてください。本当にあのとんでもない景色を一緒にあのお見せするということはあのお約束しますので、はい、あの台湾含めね、いやちょっとあの台湾でもちょっとあのびっくりするぐらいちょっとあのはい行ったろうと思ってるんで、あのチームでね、なのであのそんな感じでちょっとまあ9月はねだいぶ先の今から皆さんあの手帳開いて花丸しておいてください。はい、ぜひぜひね、花金ですね、花金です、はい、花金ですいうのもあの昭和感あってあれですけどもはい、なんかねありがとうございます。あの本当に娘がミポリン本物が歌ってると古臭い感じがするけどこれ読んでもうだな。タカさんの世界中のダイリキッドは新しくて素敵、あ娘ちゃんありがとうございます。本当にもうそんな言うてもうて、あのもちろんミポリンも素敵な曲ですよ、あの別にフォローしてるわけじゃないんですけどね、もともと原曲がほらね中山美穂さんですから、そうですね、よかったですね、はい、あのそれはそれでね、まあでもあのこう若い子の感性というのは素直ですから、あの台湾でもそうやったでしょ。そうですね、あのスタッフあのもう終わるけどな、こう台湾の話したら終われへんねん、これだからあの台湾でもこう若い子やったんですよ、あの3カ所回ったらみんな、ほんだら最初なんかこう僕のね歌声とかあのアシアちゃんの演奏聞くまではなんかすごいこう軽いのでふーんみたいな、あなんか日本から来たのみたいな感じだったんですよ。ところがですよ、ドーンって歌った瞬間からバーン変わってな、分かりやすかったですね今回、イエーイみたいななってくれたらありがたいですね、うん、本当に、まあ、本当にそういうのはもうやっぱり歌を届けてよかったなと思います、うんうん、ということで皆さんあの本当にありがとうございました。どちらもぜひ来てください。はい、そうですね、ぜひあのよろしくお願いします。はい、あの今日は長いことありがとうございました。あ、タカ兄ちゃん今夜もかっけーっつ、ありがとうございます。イヤモンさん来てる、俺の髪の毛切ってくれてる。おー、びっくりしたわ。いやー、山本さん、あざーす。またあの髪の毛メンテナンスよろしくお願いします。メンテナンスって言うんですね、髪の毛。あのいつもあの山本さんあと髪の毛メンテナンスをお願いしますみたいな感じで。メカニックなんですね。もうそうなんですよ、。いっぱいちょっと植えとこう思って。いや、メカニックになった。オイル塗りとこって意味変わってきてますけど。はい。はい。皆さんありがとうございました。ということでまたあの来週ね、はい。ちょっとね、また終わった告知ですね、はい、告知するんで、はい、皆さんあのインスタ、フェイスブック、まあ、ブログなどちょっといろいろあの、はい、極力ちょっとアップしていきたいなと思ってるのでぜひ皆さんあのチェックしていただいて、それとあの大山たかの YouTube チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録していただけたらなと思っております。なんか再生回数もあのすこぶる8万再生とか今言ってるんで、ね、うん、あのはい、皆さんでぜひ大山貴則をあのちょっと支えていただけたらなと思っているので引き続き応援よろしくお願いします。ということで音ギター芦田亮平でした。ありがとうございました。ありがとう、みんなまたね、ゆっくりね、バイバイ、ありがとう。